どうも TQQ です。今回エクスペリメンタルに新しい調整が来ました。では早速紹介していきます。まずバティストイモータリティフィールドの耐久値が200から150に減少しました。ほんでウルトのアンプリフィケーションマトリックスコストが 15% 増加と、最近似た手とかが増えてバティストが出る場面でめちゃくちゃ早くウルトが溜まってた印象があるので、そのコストを上げることによって、ウルトちょっと遅くなったよっていう感じの調整でございます。次ディーバアーマーとヘルスに調整が入ってます。アーマーが200で基礎ヘルスが400だったんですけど、アーマーが300のヘルスが300に変更になりました。全体の HP は変わってないんですけど、半分がアーマーになったと、ちょっと硬くなった印象があります。ディーバーはタンクであんまり使われてなかったので強化入ったんじゃないでしょうか。で次ラインハルト、アーマーが200から250に増加、全体 HP が550になりました。ほんでメイン攻撃のロケットハンマー、これのダメージが75から85に増加ということで、かなり強くなった印象です。エクスペリメンタルでハルトやったらわかるんですけど、めっちゃ強いです。もう意味わからんぐらい強いんで、これそのままライブサーバーに来んのかなっていうちょっと疑問もあるんですが、まあアーマープラス50とメインのダメージプラス10はかなりの強化なんじゃないでしょうか。ということで今回はエクスペリメンタルでラインハルトを使ってきました。めちゃめちゃおもろい試合だったんで、ぜひ最後までご覧ください。今のなんか青いやつに行こうぜー、ボーン。体力550ってもうほぼ無限なんすよね。痛い、くそ惜しい。いややばい、ライハルトやばい、ライハルトマジでやばい。鬼ほど殴ってくる。え、この蘇生あり。え、よいしょ。来すぎたみたいやな、ザリア。なんかおる。おお、やばいんやけどマジで。いくぜー。ねえ出た、おれ振り切ってやる。盾とかいらんねん。あ、やべ、死ぬかも。死んだカオスすぎ、マジカオスすぎ。今のはしょうがない。でもめっちゃ強いぞラインハルト。いや2分44秒か、取りたいな、1回ぐらい取りたい。ごめん、すまん。よっしゃ、おお、なんやザリアか、ザリアか、ザリアか、殴れ殴れ、おらうれうれうれ。自爆してた、決まらんかった、くそ。まあでもキルキンダメキン当たり前やんな、ライハルト使っとったら。何やんこいつ、やばいってマジで。え、死んだんやけど、ライハルト何なん相手の。痛い痛い、もうマジで痛い。いけそうやのに、相手のハルトやってくれた蘇生もろた。俺も何回目の蘇生やこれ。死ぬ死ぬ死ぬ、殴られて死ぬ。盾がある、我が輩には、我が輩には盾がある。寝たし、なんだこのゲンジ。いやー竜神剣、ハルトさ見せつけていく時が来たようやな。
上がってるからラインハルト。なんで？痛い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 、死ぬ死ぬ死ぬ。いけそういけそういけそう。なんかおる、ゲンジかなんか。逃がすな、マグリーをしばき倒せ。なんかそれやってくれた、アナやってくれたね、オッケー。相手シャターあるな、ペイルを進めたい。いやマジ大味ウォッチになってきた。何この人、あえ、はあ、どこで、はあ、リーバー割れた、それヨホー。ソルジャー後ろ、ここに、ここにザリやろう、ここのザリやろう、ここのザリやろう、ガン。ソルジャーどこ行った、味方の、あれあれバイザー、あれどこで撃ってる、わからん死んでる、わからん、なに何が起こってんのこれ。また、はい、おーいお、殴れ、ぶん殴れ、お、殴らし、で、次こっち、で、はぁ、ちゃうねんって、マジでいけそう、いけそう、いけそう、カモン、もしもう、ラインハルトやばいな、相手のラインハルト、ちょ、なんぼや、冷凍強いぞ。お、やっぱりの4000あるぞ、あのラインハルト強い、思ったわ。4000のラインハルトと対峙できるとはな。まあただめちゃくちゃ強い。どこ行った、俺流神剣、いやーこれ無理や、ダーペイローで進んでるんだね、残念だったよ、俺は負けるけどよ、ここでダイハルト後ろおんで、てかもう全員にスチおるやん、あ俺も意味わからんことしたろ、あーもう意味わからんことしたろ、あーもう意味わからんことしたろ、 What the fuck フラグ回収早すぎるってな、何これ、何大丈夫ライハルト生きてんの、ほんでポイーン、死ぬ死ぬ、これ絶対死ぬ、いけるいける、よし気持ちいいです、決めたのかな、死にそう、死にそうです、死にそうです、私、ありがとうございます。おれシャーターあるから最後裏から決めて終わったら、何うら決めとったぞこれ、うれうれうれ、最後殴って終わりや、ケンジ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 、ブーン、しゃ気持ちいい、ジジイ、いや楽しすぎるやろラインハルト、ハンマーの振りが85で TOK POTG いただきました、ほんで HP も広がってるし、これ一緒の一番初めんどこれ、一番初め投げてるだけで強いもん。ははは。いや、相手の人に入れとこう。ということで、今回の動画はここまでです。この動画が良かったと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。